今日はなんか元気でない日だ。まあそういう日もあるよね。今日はいつもよりテンションが低い日。まあそんな日もあるのでお許しくださいませ。みんなにもあるでしょ。なんだか今日元気出ないなみたいな。そう、まあね、明日も仕事なんで。で、なんか落ちたよ。ご飯粒落ちちゃったよ。そう、なんか疲れやすくなったよね、ほんとに。困ったもんだよ。元気がないんじゃないの？テンションが上がらないの？それはイコール元気がないっていうのかな。別にめっちゃ元気です。いや、めっちゃ元気なわけではないわめっちゃ元気だったらこんなテンション低くないわ。元気、なんかね、別に体調悪いとかじゃないんですよ、多分。分からんけど、そうがないとは思うんだけど、ほら、あるじゃん、なんか気分、気持ち上がんないなっていう日あるじゃん。今日そういう日。まあ、なんであんまり気にせず心配しないでください。私なんてね、特に感情の起伏すごい人だから。戻ってきた、よかった。しんどいよね。なのです。まあでも本当に元気なのであんまり気にせず。ああ待って待って、なんかいろいろ持ってきちゃった。まあ明日もお仕事なんでね、頑張ります。明日には戻ってる可能性も全然あるから。明日ありがとうございます。キャノールあれだね。だから、そういう時はね、あるまで
ゆっくりしますぜ。アロマっていいよね。待って、またなんか落としたサイロ君。うん、アロマってさ、なんかさ、なんというかあれじゃない。どれだよ。なんか見てるだけでぼーっとなんかね、うん、爪ができんからいい。諦める。うん、ライブあったんだね。前知らなかったよ。結構有名人の方来るよね、花沢。うん、ご飯が美味しい、うん、ご飯が美味しいなら大丈夫だね。ご飯が美味しいって幸せだよね、本当に。ごちそうさまでした。ご飯のお供ですか。うーん、何かな、あんまりなんかこれっていうの決まってないんだよね。いつもなんか朝ごはんとかもご飯を絶対食べるんだけど、だいたいあのお弁当の余りのおかずとかで食べたりするし、なかったら、あーなかったらね、キムチとなんかなんだっけ、ジャバンのりみたいな、ジャバンのりっていうか、なんか韓国のり、なんか簡単に言うとで食べたりします。そう、あ、それにプラス卵とかね。なんかなるべくあのタンパク質と、まあなんか食物繊維というか、なんか野菜系と、まあ野菜系ってあんまり取れてないけど、なるべくタンパク質は取るようにしてます。そう、朝はタンパク質あの不足してるんだって、夜使って。そう、ジャバンのりっていうなんかいろいろあるんだけど、なんか製品によって違うのかな。まあでもなんかパラパラになった韓国のりみたいな感じです。そう、 TKG は食べないです、私基本的に。食べないんだよね今。そうかな。明日はね、お弁当どうしよう。チキン南蛮作ろうかななんて思いながら、チキン南蛮、チキン南
南蛮かな、南蛮だっけあれは、チキン南蛮か自問自答感じ。そう、鶏胸で鶏肉解凍してタルタルと甘酢とね、うん、食べ物増えたけど、あ、別に食べないわけじゃないよ、うん、食べないわけじゃないんです、あんまり食べないよっていうだけで別に食べるし、うん、そりゃ人間って気分によって違うじゃん、食べたいものとか、これ今これが好きだよとか、そう、なんかそれに合わせてやってるだけで、うん、私は特にそういうタイプの人間なんでね、やっぱり食べたいものでお腹を満たしたいじゃないですか、なるべく、あ、これ食べたいなって思ったもので、そう、私それじゃないと私のお腹って満足してくれないんで、めんどくさいお腹なので、はい、そうだから、うん、今は食べないかな、卵かけご飯、そう、じゃあ全然食べる食べる食べる時はね、食べないけど今は、そういう時もあるかなと思いながら、そう、そんな感じ今日は。明日、まあお仕事行って。ねえ、明日元気になることを祈ろう。ありゃ、携帯あった。ねえ、今日はだから早めに寝よう。早めに寝て、みんなも早く寝よう今日はね。いい感じですか？よかったです。私もね、今日暗いから見づらいんだけど、そう、2日間染まる化していい色になりました。ピンキーです、ピンク紫みたいな、いい感じです。はい、またね、多分近々また普通に電気つけて配信すると思うので、うん、その時に見れるかな。今日も多分するし、ピンクってそれがいいところですね、本当に色持ちが良き。ピンクシャンプーをしたらだけど、そう、めんどくさいんだよ、そう、ピンクシャンプーして5分置いてみたいなことをするんですよ、お風呂の中で。めんどくさいんだけど、そう、色持ちはいいのでね、やっぱりやった方。今日のピアスはディーゼルです。これディーゼルのマークですね、縦になってるから分かりづらいけど、これどっち向きだ、 D って どうやったら D って分かるかな、向きが逆なのか、これ今日、あ、今日向き逆でつけてた、いやいやいや待って、いや合ってる合ってる、向き逆じゃないわ、うん、 D、 あ、大文字の D ね、小文字じゃないよ、
あのディーゼルのマークを調べてください。わからない方、そうディーゼルはねこういうマークなのです。そうディーゼル可愛いんですよ。私ディーゼル大好き。うん、まあねやっぱりお値段はちょっとお高めなので、ちょっとっていうかまあお高めなので、そんなたくさん買ったりすることはないんですけど、まあ、だからお洋服とかは持ってないですね。ディーゼルはカバンとピアスと携帯ケースも一個持ってるね。今つけてるけど、そこの携帯ケースね、今ディーゼルになったんですけどさ、ここ2ヶ月くらい。お友達とお揃いなんですよねこれ。そう前ねプレゼントでいただいたやつが汚れちゃったんですよ。そうすごく便利で可愛かったんですけど、そうでお友達と飲みに行った時に、そう飲みに行く前にちょっと買い物したんだけど、可愛いねってなって、お揃いにするって言って、久しぶりに友達とお揃いなんていうものをしまして、そうお友達ねシルバーでした。私黒なんですけど、そうねお洋服もねいつか欲しいですね。ディーゼルはベルトも可愛いし、そうディーゼルは結構ベルトつけてる人多い。そうディーゼルはベルトつけてる人多いんですよ。可愛いのディーゼルのベルト、いつか欲しいね。靴も可愛いし服も可愛いし、ディーゼルは可愛いです本当に。ちょっとねあのセクシーな感じなんですけど、そうセクシーなのもあるんですけど、そう結構ねなんか K-POP アイドルの方もそうあの衣装とかで着てたりもしますし、うん可愛いです。とってもアクセサリーも可愛い。そんな感じ。そこでピアスはね片耳だけのなんで、うんディーゼルは好きですね。ピアスが似合う、嬉しい、ありがとう。ピアスはね好きです。まあこれ以上もう開けないようにしようとは思っているんですけれども、まあ私の気分次第気持ち次第にはなるので、まあ増える可能性はある。まあただ開けすぎではあるよねっていう自分でも思う。なかなかごついよな、いかついよな私っていうのくせしてメンタル弱すぎてね。まあ見た目とね中身は違うけど、外見と中身は違うよ。そうけれどもディーゼルの T シャツ着てる女の子最近よく見る。あれでしょ真ん中空いてるやつでしょ、なんかディーゼルのマークついてて穴が空いてるやつでしょ。うんよく見る。メンテ大変ね、別にメンテナンスなんてほとんどないもん。うんピアスなんて開けたら放置だよ。うんなんか痛くなったり腫れたり、うんなんか荒れたりしない限りは基本的に放置ですよピアスなんて。うん。なんか開けて、まあ、基本的にねピアス安定するって言われてるのが、完全に安定するって言われてるのはまあ3ヶ月くらいね。耳たぶ、なんだろう、軟骨とかは1年経っても2年経っても3年経っても4年経っても安定しない人は安定しないです。
はい、まあ耳たぶはね、まあ1年もう1年あれば絶対安定するもんだと思うんですけど、よっぽどアレルギーとかじゃなければ、そう大体の人は安定するんですけど、そうまあだから1ヶ月は基本的つけっぱなんですね。開けるともうそれ安定する前に外しちゃうと、もう治癒力すごすぎて、あのなんて言うんだろう、あのすぐ塞がります、くっつきます、皮膚くっついてきます。すごいよね、あの人間の回復力って、そうすごいんです。そうそうそう、なんだけど、そうなんかまあつけっぱなんだけど、その時も別になんかしなきゃいけないかって言われたらそうでもなくて、なんか昔っていうか、なんか今でもまあ多分消毒する人はするんだろうけど、私一回病院で言われたのは、あ全然消毒とかしなくていいし、あのお風呂場であの傷口だけ、まあ、汚れ入らないように洗ってね、そうその3ヶ月安定するまで別あの消毒とか何もいらない、そうからお風呂場で傷口洗ってそれだけで大丈夫。そうだから基本的にね、ピアスはね開けたら放置です。まあ、ね、やっぱ汚れたまらないようにたまに洗うことはするけど、たまにっていうかなんていうの、全部ピアス外してみたいな。私基本的にお風呂もピアス外さない人間なので、そうもうなんかそのままガーッと洗っちゃう以上、うん、まうん、雑なのかもしれない私は。はい、基本的にめんどくさいのでピアスはつけたまま入ります。だからこのディーゼルのやつね、さあの錆びにくいんだって。そうあのピアスによっては、ね、全然錆びたりするし色変色したりもするので、おすすめはしません。外しましょう。うん、まあそれこういうところがね、私大型なので、痛くならないよ基本的には。あのアレルギーとかじゃなければ、な菌とか入ったりしなければ痛くなることはありません。私はたまに痒くなったり痛くなったりするのは、私なんだろうね、なんうーんアレルギーなのかな。うちね、あのみんな金属アレルギーなんで、はい、ピアスつけれないんですよね。だからワンチャンあの金属アレルギー、うん、でもアレルギーってほどでもないのかな。うん、つけて大丈夫の時は全然大丈夫だし、だからアレルギーとかではないんだけど、まあいずれ私も出そうだよねみたいな感じはする。マミーもおばばも金属アレルギーでピアスをつけれなくなりました。まあ、今ね対応してるやつあるけど、結構そうなんだってさ。もうかわいいピアス、うん、私ピアスだから大好き。なんかあの仕事行く時もね結構買えるし、うん、かわいいね。よし、そしたらどうしよっかな。荒野行動も一回しよっかな。のんびり。ピアスは好き。いくつ持ってても飽きない。うん。アクセサリー系をだから好きだよね本当に。はい、よくつけるのがやっぱり腕時計と、そう腕時計ピアスになるんだけど、私はそう
うん、まあでも主にっていうだけでつけないわけじゃないんです、他のネックレスとか。そう、つけるときはつけるし、ピアスとかもね、お洋服に合わせてつけることも全然あります。そう、ブレスレットとかも最近はね、ブレスレットたまに重ね付けっていうんですか、時計してで、ブレスレットも同じ手にしてみたいなのはしてる。金属じゃないピアスとかある、あるよ、金属アレルギー対応。金属じゃないのかはちょっとわからないけど、多分金属じゃないんじゃないかな。そう、対応してるやつある、ある。うん、まあちょっとお値段したりはするけど。カーデの集落に行きます。いやん、今車にぶつかられたんですけれども、やめてもらっていいですか。こんばんは、お疲れ様です。荒野行動して歌歌って配信終わります。今日そう、ピアスかわいい。生き物系欲しいよね、なんか動物のかわいい感じのやつ。ピアスあんまりなんか見かけないけど。そう、だからウサギつけてるじゃん。ブレスレットもするよ、そんな頻度としては多くないけど、たまにします。そう、こういうウサちゃんとか好きなので、ここにもねつける動物のあったらかわいいなって思う。でもあんまりなんかいいの見つかんなくてね、そういうのは。うん、実際あんまり見せ、確かになんか写真撮ってる時とか意外としてないことの方が多いもんね。ね、今度してる時に写真撮るね。まあよくあるけど動物見ないね。ね、本当にそう。お花、花モチーフは多いね。着物モチーフは本当にあんまりない。うわ、全然川辺の集落まで届いてない。目的地まで全然届かなかった遠すぎた。うん、着物好きなんだよねやっぱり。うん、最近ね、カバンにもなんかいろいろつき始めたし。そう、カードケースをつけてるんだけど、そう、それも動物だし、まあ、それはね高校の時からつけてたやつなんですけど、そう、高校の時に買って、そうしばらく使ってなかったやつなんですけど、それをまた新たにつけ始めて。そう、ほんで、あ、ホゲータが今ついてるんですよ。カバン見せたことないもんね。今ね、前言ってたマミーからもらったエクストララージの、うん、大きいカバンを使ってるんだけど、着替えとか入れてったりするから大きいのじゃないと入んなくて、今ね、だからそれでもね荷物が入りきらない時があって、そう、困ってる。そう、それ以上大きいのなんて持ち歩きたくないし、結構でかいのよサイズ的には。そう、まあだからね、仕事カバンはそう、それを使ってます。マミーからの誕生日プレゼント。そう、それに前ポケモンセンター行ったらね、可愛いホゲータがいたんですよ。ハロウィン、なんていうの、ハロウィンとハロウィン仕様のホゲータがいまして、私ホゲータ好きなんですよね。そう、ホゲータ可愛くて、顔なんか買おうか迷って買いましたね、買っちゃいましたね。でつけています。なので2人ついています。白熊の、カードケースのやつと、そうと
ホゲータと。本当はもうちょっと増やしたいんだけどね、これ以上増やすとね、なんか引っかかる、さすがに引っかかるっていうね。いろんなところに突っかえるんですよ、幅が取る、幅取るんで。ただでさえでかいバッグ持ち歩いてるのに、そう、荷物が多いから、そう、結構ね、ほんと幅が。あ、やべやべ、間違えた、間違えた、言っちゃったよ、間違えちゃった。好きだ。そうだからさ、なんかワンちゃんのトレーナーとかを着てると、あら今日はまた前のと違うワンちゃん着てるねって言われたそう、違うワンちゃん着てるわ。生き物好きなんで、かわいいでしょって。いう話よね。お腹にかぼちゃあるやつだね。あ、正解。そうそう、お腹っていうかな、かぼちゃを履いてるのかな、なんか。そう、うん、かわいいんです、とっても。序盤、いつもだよ、いつもじゃん。序盤は純粋そんなしないじゃん。私いつもちょっと離れたところ降りるからね、人と会わないんですよね。そう、基本的には私だからあんまり序盤はそんなですよ。間違えた、間違えた。明るさをね、画面の明るさをちょっと調整したい。こんばんは。ね、人と会わないんだよね。私の欲しい銃も来ない。回復はまあぼちぼちかな。ぼちぼちですね。窓ガラスを割る音鳴らせるでしょ。私が出入りに窓を使っているっていう。いや、普通に入れよ普通に入って普通に出ろよ。IKのワンちゃんシリーズね、あれかわいいよね。私めっちゃ着てる。そう、そう、確かに。そう、種類が少ない、うん、かも。なんか形が違うとかはあったりするよね。でも形が違うの、なんか半袖とかで 色が違ってあるけど、基本的にデザインは一緒だったりするもんね。かわいいよね、あれ。私ああいう系のね、パーカー、トレーナーか、大好き。うわ、欲しい銃が本当に来ない。マジ。え、なんで？なんで？全然ないんだけど、私がなんか、あ、いたいたいた。とりあえずあのいるわ。とりあえず言いました、一旦。5.56 ミリ弾の銃がとりあえず言いました。
が、まあ一番欲しいやつではないよね。95式が欲しいよねっていう。いやでも95式はね、本当にもう全然見つからんので、まあまあまあこれで我慢しましょうか。いや違う、でもね 5.56 ミリ弾がね全然落ちれないの、全然落ちれないの。どうして、確かグレーのチアも来てたん。あ、そうなの、チアもちゃんそろいじゃないかごめん、ちょっと変な人みたいだったよね、ごめん。いや嬉しいよね、好きなこと一緒ってやっぱり。残り人数半数だったって。私は誰一人として倒してないし、誰とも会わないんですけれども誰と待ってないんですけれども、皆さんどこですか。とりあえず一旦なんか誰かと、ああおお、誰もら、そんな遠かったっけ。うん、安全地帯の中だからさ、別動く必要もそんななくてさ、やばい充電少な、そう今日ちょっと充電がね少ないんですよね。もうちょっと粘ろう。こういうこと多分充電の減り早いんだよね。本当にない。安全点狭まりか。あ、そうですそうです。なんかランダムっていうかな、場所がランダムですね。縮まり方っていうか、なんかそういつも同じ場所じゃないし、適当にあって、でまあみんなそこに向かって。そうだから建物あるところだとね、おラッキーってなる。そう建物隠れちゃおうってなるんだけど、そうそうそう、でもそれはなんか相手も一緒だから、急にね撃ってこられたりなんてこともあるし、いいことばっかりではない。そして誰とも出会わないし何もない。消えてかないよエリアは。いや消えてくんじゃなくてね、あれなの、エリアが消えていくんではなくて、範囲が狭まってて、その外に出るとあの HP が減ってくんですよ、だん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 。そうで、まあそこで HP が、まあ、その外はだから毒ガスです、毒ガスっていうものになるんだけど、その設定上ね、そうそうそう、で毒あのその外にいると、まあ、HP が減ってって、95式 の、 あのマガジン、マガジンあるじゃん、マガジン、うん、拡張マガジンがあるんだけど95式がない。そうで、だからまあそのエリア外であのやられると、まあ毒ガス、はい毒ガスでね、なんかリタイアになるっ
ていう、そんな感じですかね。ドラクエはちょっと私はそれはね、わからないんだ。ドラクエは私ほんと全くわからん。なんかスライム、スライムだっけそうね、キャラがちょっとわかるところあるよっていうだけで、基本的にはわからん。ドラクエってでも面白そうだよね、話聞いてると。ちょっとだけねやったことある気がする。なんか一列に並んで、なんかいろんなところに、そう、なんかほんと結構昔のやつ、なれやったことある気がする。あんまりもう覚えてないんだけど、そう昔すぎて。今はねゼノブレイドとかだから。私ゼノブレイドしたいんだけど、すごく。そう、最近なんかまたゼノブレイドしたいなって、何回やるねんっていう話じゃん。そう、私も思ってる。わ、車がいる。あ、いなかった、消えた。そう、ゼノブレイドはね何回もやりたくなる。次ゼノブレイド3かな、3かな、ちょっともう覚えてないから。あ、3は力いないんですよ、残念ながら。そう、1は、ね、1だけ、 1?2 だっけ、どっちだっけな。そう、あの 3まで出てるのかな。そうそう、なんだけど、あの本当に全部出てくるキャラクターが違うので、そう、どこまで止まってるか忘れました。もう私もね、なんか前どこやってたんだっけと思って、そう、前どこやってたっけと思ってる。分かんなくなるね、しばらくしなくなると。そう、これがね、まあ私のあの短所なので、そう、熱中するときはすごいやるんだけど、やらないときはほんとやらないっていう。そう、残り16人です。誰とも会いませんどうしよう、誰とも会わん。本当に保険箱はいいんだけど、ピクミンは2面くらいつもりです。ピクミンはねやりましたよ、ちゃんと楽しかったです。もう一回やってもいいなと思うけど、うん、下手くそすぎてね、何回ピクミンやられたことか。本当に下手くそすぎたよね。で、やられるたびに叫び倒すという、かわいそうなんだもん。私が下手くそなばっかりにさ、本当にさ、ピクミンがさ、かわいそうだよ。私に仕えたばっかりにやられるんだよ、下手くそなばっかりに。かわいそう、ピクミンが会わなすぎてどうしよう なんか打ってる、あ、誤射したな、誤射。あ、打ち合ってる。いけ。いらない、いけ、進め。あ、車の音までしてきて、やめよう。
どこ。あ、死んだんだけど。なんか一発でやられました。なんか何も考える暇もなく一発でやられたんですけど、やだ。誰そんな、即死やめてよ、最悪です。なんかもう、あで終わったけど。あーで終わったけど、私いくらペンか。あ、ありがとう。そう、 T シャツもそうでした。あの色合い可愛いよね。なんかいろんな色あって迷っちゃうよね、あれって。私もさ、 ZOZO で見てたんだけどさ、そう、いろんな色あって全部可愛いしね。オッケー、そしたら歌歌って終わろっかな。え、マルディって読むのあれ。昨日も言ってたけど、あれマルディって読むの。あ、マルディメクルディだって。何位だった。あ、8位でした。8だよ。8休み、マミ。代官山の店舗めっちゃ並んでるみたいな。あ、そうなの。店舗あること知らなかった私。いやでもね、来てる人見るよ本当に。よ、なんか若い子ね、本当にめっちゃ可愛い。うん、使いやすいんだよね。そう、可愛い、可愛いやすくなって。使いやすくて、混ざってね、使いやすくて、そう、あの可愛くて、そう、ゆじんちゃんがさ、モデルさんしてたよね。メンバーでもいました、いました。うん、結構本当にいろんな子が来てました。今でも来てる子いると思う。最近下尾ちゃん来てた気がする。インスタ見た時に、ああと思った。気がする、来てる。道の
覚えていますか、揺れる麦のあの夕べ、地平線続く空を探し続けていた。あの日のように無邪気な目で、寒い夜も雨の朝もきっとあったでしょう。ふるさとの街は帰る場所なら、ここにあるといつだって変わらずにあなたを待っている。明日を描くことをやめないで、空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。
それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が、星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって泣かないって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが記憶をたどるたび蘇るよ。君がいつだってそこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでいく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が、僕自身も忘れた頃に僕らを照らしてる。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。どこまでいつまで生きられるか、君が不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線をつなごう。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって二人だって誓っただろう。遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。祈りが空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。気づいてよ、僕はここにいる。お願い、僕を死なせないで。今何思うの、会えるかなって。そんなの無理だよ。泣きえたい、もう殺したい。何も言えなかった僕を許して。
許せないよな、こんなはずじゃなかった、もうダメだこのまま、いっそ消えたいけど気づいてよ、僕はここにいる、振りほどかれた手にまた手を伸ばして、覚えていてそれだけでいいから、また僕を死なせないで、大切なものここにあって捨てるなんてバカだったって思うだろう、なくしたものが何かって探すの今更、こんな僕好きになれなくて、でも少しだけ信じてみたくて、閉ざした言葉思い出して、僕なりの言葉を叫ぶから、もうダメだこのまま、いっそ消えたいけど気づいていた、僕を一番に愛してくれた人、連れ出してくれた人、あの日々をそっと胸に刻んで、僕はここから歩き出せる、したらあと一曲かな今日は。いや二曲だな、二曲にしよう。決まってないよ時間的に。笑っていたのは強がりからじゃなく、泣き顔なんかも見たくないでしょ、星屑みたいな一粒の出会い、さようなら最後の言葉が見つからない、そうだよ私は平気だよ、強いから顔あげてごめんねっても言わないで、辛いからIt's so precious こ
なはずじゃなかったけど I miss it Yeah 一人でも歩いてく笑っていたのは強がりからじゃなく泣き顔なんかもう見たくないでしょう星屑みたいな一粒の出会い大丈夫次の光ならすそこによりも微笑んでいたいから You're so precious oh, oh. 君との時間のすべて I miss you Yeah 抱きしめて歩いてく笑っていたのは強がりからじゃなく泣き顔なんかも見たくないでしょう一番綺麗な私を覚えててもうバイバイ最後の言葉が見つからないさら涙が止まんないよ望んでいたのは大げさなことじゃなくここにいてもいいよって言葉だけ星屑みたいな私を覚えてて大丈夫次の出会いならすぐそこに何しよっかな最後の曲あ、ごめん、違うの方にしちゃった。
抱え一人涙こらえた。どうしようもない不安に負けそうな夜、気がつけばいつだってすぐそばに、他の誰でもなくあなたがいてくれた。強くなりたい、願い続けてはまたつまずいて傷つくけど、信じられるあなたがいるから立ち上がれるよ。ありがとう、ただ伝えたい愛しい人へ、声の限り何度だってかけがえのない私の愛しい人へ届いていますか。変わりゆく世界、変わらない人のぬくもり、確かに感じた。一つ年を重ねてくたび、前よりずっとあなたの思い感じる。大人になれば寂しくないと思ってたんだけど、今だからわかる、一人じゃ生きてゆけない、それでもいいよね。ありがとう、勇気をくれた愛しい人へ、心から送りたい言葉、そしてこう私が愛しい人へ何かできるかな。変わりゆく世界、変わらない人のつながり、大切にしたい。
はい、そしたらね、今日はちょっとこれで配信終わります。はい、来てくださったばっかりの方はごめんなさい。明日もねちょっとお仕事がありますので、はい、そしたらねちょっと順位反映されるまで少し待とうかな。今日はなんかバラード系が、うん、バラード系を歌いました。今日はねちょっとテンションがあのテンションに引っ張られすぎだよね私のちょっとね、あの私がちょっとなんだか気分のなんか多分ね、そのあの多分ね、そうなんかテンションが低い時ってなんか何もないって言ってもさ、あれなんだよねきっと、多分心の中になんかモヤモヤしてるとかさ、なんかちょっとうーんってなんかなってるところがあるんだろうなっていうのがあってさ、絶対そうなんだよね私的にそうそうそう、そうだからなんかどうしてもバラード系のなんかすごい、なんだろう、私が好きな、あこの歌詞本当にいいよねっていう歌を歌いたくなる。うん、そうなんです。最近はねあのミセスグリーンアップルさんのあの僕のこと、ケーキ好き、好きだよケーキ、ケーキ大好き、僕のことなんだっけ、なんて素敵な日だ、幸せと思える今日も、夢破れくじける今日も、ああ諦めず、おおかわいい、おおすごかわいい、かわいい、夢のような空間だねこれ、すごい、ありがとう。タワー、また違うのかもしれないけど、かわいい、ありがとう、食べたい今日ね、そう今日ね、そうケーキ買おうかね迷ったのそうなんかね、そうケーキ、いやそうなんかあの近くのバイター、ありがとう、ケーキタワー、ありがとうございます。そうなんかね、近くのお店の人が来られて、なんかちょっとお安くなってるみたいなとお安くなってるって言い方あれなんだけど、そうちょっとお得に今日帰るよみたいなだったんで、そう買おうか迷って買わなかった買わなかったっていうか売り切れになっちゃったんだよね、そう売り切れになっちゃって、はあ、残念と思いながら帰ってきたんで、でも今ので満たされました、可愛いケーキたちに囲まれたのでありがとう。よし、そしたらね順位反映されたかな、ランキングいきます。13位たもっちゃん、32位うとうさん、11位マングースさん、10位さくらのお友達さん、9位エレメンツさん、8位ナナタさん、7位ダブル流星さん、6位ひでくんさん、5位かいさん、4位それきちさん、3位けんいちさん、2位ゆうたさん、1位ナーラブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ナーラブさん、ナーニャかみよしさん、ゆうたさん、けんいちさん、マングースさん、ダブル流星さん、マングースさん、ナナタさん、ちょっと待ってね、今下に行ってます、カイさん、サルキチさん、エレメンツさん、ソソさん、ヒデくんさん、ウトウさん、
ゆうこさん、あきらさん、大丈夫博士さん、桜のお友達さん、ところてんさんです。ありがとうございます。そしてナーラブさん、タワーとケーキのタワー、ありがとうございます。はい、ありがとうね、はい、ちょっとね、いつもより早めで配信今日は終わっちゃうんですけど、またね次回配信やりますね。明日さ、朝配信したいなーなんて思いながら、まあちょっとね、あのやるかはまだ未定なんですけど、まあ多分やると思う。メイクしながらね、まあきっと配信になるんですけど、久しぶりにちょっとそう、あの時間があるので、そうメイクしながら配信しようかなと思って、時間があるので、時間はいつもと変わんない、ごめん時間があるわけではないけど、なんかしようかなって今日ふと思いながらいたので、明日もしかしたら朝メイク配信してるかもです。はい、お時間ある方はぜひぜひやってたら、はい、ということでね、皆様今日も見に来てくださってありがとうございます。そして、ね、一日お疲れ様でした。はい、本当にあのね、体調気をつけてお過ごしください。明日ねケーキ買いたいな明日ケーキ買ってこようかなそう、それではね、本当に早く寝てゆっくり体休めてください。まだねなんかお仕事とかある方は、まあ無理せず、そうパンも食べたいんです、無理せず体調気をつけて行ってきてください。こちらこそありがとうね。それでは皆様おやすみなさい。ありがとう。またね。